何の興味もないんですよね、伊藤さんには。されたんです。ご愁傷様でした。あ、じゃあ本当に卓球のために青森にしたんですね。あ、そうです、そうです、もう。はい。おへぇ。なんでしょっちゅうだから、はい、うん。伊藤美誠の家が近かった、歩いて行ける距離だったんで。はあ、それ近所だからお前ら一緒にやるやんみたいな、そういうことなんですか。今回のダブルスですか。あ、なんかその ダブルスで一緒にやることになったのって、はい、あ、いや、それは本当に偶然ですね。お互い実力があってっていうので、はい、別に近所とかは関係ない、たまたま強いペアが近所だったっていう。なんかその近所だからいろいろその水谷さんが教えたから強くなったとかでもなく。じゃないですね。もう当時僕ドイツに留学してたんで、彼女がその岩田市に来た時にはもう僕はドイツに留学してて、僕がたまにこう帰省して実家に帰った時にいつもその伊藤美誠の家に遊びに行ってた感じです。へえ、そんなことあるんだ。たまたま近所でたまたま卓球強いみたいな。はい、そうなんだ。本当に奇跡的な感じで、はい、たまたま地元が一緒で、はい。金メダル取れたっていう、本当に奇跡的な。そっちの方がその映画化しそうなぐらい感動的な話で持ってきたわけですけど、何の興味もないんですよね、伊藤さんには。僕ですか。いや、興味って感謝はもちろんしてますよ。おかげでもう、やっぱり伊藤選手がいなかったら多分、ダブルス組むこともなかったですし、金メダル取ることもなかったんで、すごく感謝はしてますけど、うん、でも、なんかお互い結構そっけないかもしれないですね、終わったら。もう卓球以外にお互い興味ないみたいな。いや、僕はもちろんその感謝してるし、やっぱりテレビの仕事してる以上は、なんかこう伊藤選手の話題とかってすごく盛り上がるから、話したい部分はあったりするんですけど、はいはいはい、去年ぐらいに一緒に、うん、地元の岩田に帰ったことがあって、はいはい、なんかちょっとイベントがあったんです、地元の岩田で、うん。で、こう、地元の方にお礼の挨拶とかしてて、うん、で、そこで一緒に写真を撮ったんですね。はいはい。一緒に写真撮ったから LINE で送ったんですよ。うん。そしたら記録にならないんですよね。なんでか。ほう。で、3ヶ月ぐらい経っても記録にならないから。はいはいはい。その後もちょいちょい連絡してたんですよ。なんか優勝したりとかしておめでとうとか。うん。全然記録にならないから、この前会った時に、いや、この前送ってるのが全然記録にならないよって言ったら、もうお前のことブロックしてるからって言われて。なんか僕ブロックされたんです。ご愁傷様でした。そう、なんでか分かんないけども、ブロックされたから何送っても、それは記録にならないわけだなと思って。いや、なかなかやっぱ映画みたいな面白い話にはならないもんですね。そうですね、だからそれ以降はなかなか、もう伊藤選手の話はやめてます。はい、お疲れ様でした。すげえ、ちょっと僕的には面白い話が聞きました。